セブンイレブンやイトーヨーカ堂を展開するセブン&アイ・ホールディングスが早くも合同入社式を行いました。これからお客様と接していってどういう日々が待っているんだろうなというワクワクと、まあ、社会人として大きな責任がこれからかかると思うので、そういったところで緊張もしております。セブン&アイグループ22社にはこの4月およそ1200人が入社します。1977年以来毎年3月に合同入社式を行っていて、一部の会社ではすでに今週から研修が始まっています。接客の現場に早く慣れることで4月末の大型連休までに即戦力として育てたい考えです。